西川スキーバス転落事故は、1985年1月28日、国道19号を走行していたバスが、長野市の西川に転落した事故である。1985年1月28日、日本福祉大学の学生ら総勢46名を乗せた三重交通バスは、北滋賀高原の竜王スキー場へ向かっていた。 同校では1月28日から1月30日まで体育科の授業の一環としてスキー教室を実施する予定であった。事故発生時刻は午前5時45分。西川にかけられた大安寺橋に差し掛かる手前の左カーブでバスはガードレールを破り水深4メートル、水温4度という極寒の西川に転落。転落地点は下流に建設された。 笹平ダムのダム湖にあたる。総勢46名のうち、乗客の大学生22名、教員1名、運転手ら2名、合計25名の命が失われた。助かった21名のうち8名も、重軽傷を負った。現場は、雪が積もり、路面が滑りやすくなっており、バスのスピードの出し過ぎが直接の原因であった。しかし、 死亡した運転手は事故当日までの2週間を連続して出勤し、乗務に当たっており、バスの運行を担当する三重交通の責任が問われた。三重交通の特別法案監査をしていた中部運輸局は1985年3月5日、明らかな過労運転防止違反で輸送安全の確保に手落ちがあったとして、道路運送法43条に基づき、 278台、ある三重交通の観光バスのうち8台について14日間の使用停止命令を出した。バス会社に対する行政処分としては、それまでの最高であった1972年の川中島バス事故の100日者を超える処分であった。長野県警察及び長野中央警察署は事故の背景には運転手に過密勤務があったとし、運転手は 過労状態に陥っていたと認めた。また、三重交通四日市営業所の路線バス運行主任は、路線バス部門の運転手らの細かい勤務実態を知る立場にあったが、運転手が過労で正常な運転ができない恐れがあることを承知の上で、運転手に長野県行きのスキーバスを運転させたとし、1985年9月4日、 路線バス運行主任を道路交通法75条違反の疑い、三重交通を道路交通法123条違反の疑い、死亡した運転手を業務上過失致死傷罪と道路交通法66条違反の疑いで長野地方検察庁に書類送検した。しかし、長野地方検察庁は1986年6月30日、 運転手の過労を科学的に立証するのが困難で、正常な運転ができないほどの過労と認定するには、証拠が不十分だったとして、3社を不起訴処分にしたの疑いで、四日市管理裁判所へ略式起訴している。事故の負傷者や遺族は、不起訴処分にしたことを不服とし1986年7月28日、長野検察審査会へ審査申し立てをしたが、 審査会は1987年4月28日に不起訴処分は相当との結論を出している。事故現場に混流された慰霊碑事故後にかけられた現在の大安寺橋を事故現場より望む事故を痛み、事故現場には慰霊碑が混流された。学生たちが渡るはずだった大安寺橋は撤去されたが、橋に差し掛かる直前の道路は今も残されている。現在の寺橋は 事故後に新しくかけられたものである。日本福祉大学では、事故のあった1月28日を安全の日と定め入礼行事を行ってきたが、2005年より不定日開催に変更した。日の出前の暗い時間帯の事故であり、転落と同時に、車内の照明が消えたため脱出が困難となった。その中で全盲の学生が冷静沈着に車外へ避難して生還し、話題となった。 当時25名の遺体を収容した制限寺では、現在も遺族会、三重交通、日本福祉大学によって、命日、盆の法要が行われている。日本福祉大学のキャンパス内には犠牲になった学生の人数分の桜が植えられている。ありがとうございます。